始まりました。おかっぱみゆきの生歌、生演奏、生配信。こんばんは。こんばんは。今夜も元気よく元気よく、配信していこうと思いますよ。30分間お付き合いよろしくお願いします。いや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 、せいろくん、はい、いやはい、いやはい、今日はもう5月後半ですけどね。早いね、17日か17日、後半入りましたね。しょうこちゃん、こんばんは。みんな見てくれてありがとう。さあ、今日もね、30分間やっていくわけなんですけど、私ね、5月後半に入って、まあ、後半に入ってってわけじゃないんですけど、感じることが一つありまして。それ5月後半に感じるってことね。そう。今日ね、28度、最高気温。ああ、はいはいはい、はい、神奈川県ね、私たちが住んでるの神奈川県なんですけど、うん、神奈川県の、最高気温28度、うん、暑い、もう夏だね。いやー、そうだね、だってさ、全国でももう30度超えたとこあるんだよね。え、そうなの？神奈川県だと、あの小田原市、うん、神奈川県の小田原市っていうところが、うんうんうん、昨日から30度超えて、うんうん、観測史上でももう今までと言って一番早いちょっと同じぐらいのペースらしいよ。30度超えるのか。30度超えるの。25度を超えると夏日だよね。30度を超えると真夏日。35度を超えると猛暑日。ああ、そうかも。でも真夏日、でも真夏日って言ったかも。そう。すごいよね。私ね、何気で、ね、昨日から半袖なんですよ、これ。半袖。そう、半袖着てるんですよ。でね、まあ、このジャケットが暑いね。暑いよね。すごい暑いね。あの、我々ね、真冬でも真夏でもこのジャケット着るんですけど、暑いね、さすがに。今、すでに暑いよね。窓開けちゃうと落ちる。いや、でも、そしたら全部ダダ漏れになる。音が漏れちゃうか、そっかそっかそっか。ね、ちょっと30分間我々も我慢したいと思いますので、皆さんもお付き合いよろしくお願いします。もし、青のジャケット持ってるんでしたら来てください。これ、真夏どうすんの？着るの？え、去年着てたじゃん、真夏。去年の夏ってどうだったっけ？私着てたよ、着た。あ、え、着てたっけ？去年の夏ってライブ何やってたっけ？着たり着なかった？着てた気がする。夏でも。あれ、浴衣でライブやってたよね。浴衣でライブもした。あれ、夏だよね、多分。夏。8月とか浴衣だったんだよね、多分。暑いから。そうだよね、浴衣でライブした、ね、懐かしいね。そう、それでなんかちょいちょい逃げてねそう、青ジャケを着なくていいようにちょいちょい逃げながら浴衣、浴衣、ね、初浴衣だったんだ、去年確か。あ、え、人生初浴衣だった。マジで言ってんの？初浴衣、多分ね、あの子供の頃に着てたけど覚えてないとか覗いて。そうなの？マジで言ってんの？友達とさ、学生の時とか花火大会行こうって言った時も浴衣じゃなかったもん。ジンベ、うん、いや、ジンベも着たものだ。そうなの？ T シャツ、祭り、何で行くの？え、ジーパン？あ、マジで、うん、そうなんだ。普段のまま、ありのままでね。そうだね。そうなんだ、うん、でもさ、今後さ、今年の夏もしかしたらシェード君に可愛い子ができたらさ、おぉ、浴衣デートしようよって言われるかもしれないじゃん。あら、そんなこと言われちゃう、これね、言ってあげて、みんな浴衣デートしてくれる人募集中です。こちらまでお願いします。コメント欄までお願いしますね。え、浴衣で花火とかいいけどね。綺麗だねとか言ってさ、浴衣のさ、可愛い子が言うんだよ。なかなかな、こう、出無精ですからね、僕。あ、そうだね、家から出ないね。本当に出ないから、家から。でもね、そういう、ほら、夏これから暑くなると、そういうイベントも増えてきますから。そうだね。シェル君、今年はちょっと思い切って外に出てみてはいかがでしょうか。頑張りますだいぶ間があったけど、あ、早速ね、コメントで、シェイト君浴衣デートしようって女性からコメント入ってますよ。誰かは後で見てくださいね、シェイト君自分でね、コメント欄返信しといてください。早速一人ね、浴衣デートしようって言ってくれてますけどね。え、ねえ、花火大会とかね、浴衣デートしたらいいんじゃないですか。花火大会とか俺最後行ったやつだもん。うん、前ね、あの東京湾納涼船は私たちライブ、ね、あのステージ立つ側ですけど、うん、東京湾納涼船ね、やってましたけど。ライブやったね。そう、でね、一回ね、下見に行ったんだよ、東京湾納涼船。一緒に行ったじゃん、下見。ああ、行った行った。で、シェードたちがさ、なんか乗り物取りに行ってる間に、私が 3回ぐらいナンパされるっていう事件あったじゃん。で、ナンパされてる途中に、なんか、すごいなんか入ってきて、誰だよ、みたいな感じで、シェード君が入ってきて。俺そんな感じだったっけ。そう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 、なんか守ってくれたんだよ、シェード君がね、ナンパしから。
あれそんな感じだったっけ。そうそう、あれえあんまり誰友達みたいな感じで入ってきて、あマジで、うん、俺が、うん、あシェード意外とかっこいいとこあんだなと思って。俺、うん、えそれ他の2人と間違えてんじゃない。シェードシェードシェード、シェード、あマジで、なに、ミキ友達みたいな感じで入ってきて、え違う今声かけられてみたいな感じで言ってたら、そのナンパ師がスーッていなくなるっていうね。ああ、うん、多分彼氏だと思ったんだと思う。その説はどう思う。その説はどう思う。東京は同僚生の思い出でした。そう、ステージでね、ね、何度か歌わせてもらってね、私たちね、懐かしい、懐かしいね。プライベートでも行きたいけどね、同僚生ね。行ってみたいね。そうだ、夏はいろいろイベントがあるからね、シェル君。今からほら外に出る練習しておかないと。そうだな。早速今週の土日も引きこもりそうな勢いがあるよね。あ、そうだよ。今週は、今週の土日といえば、私明日からちょっと札幌の方へ旅立ちまして。いらっしゃい。はい。札幌の、すすきのミライストカフェ&キッチンで、おかぱめきエンタメショーということでやらせていただきます。うん、はい。よろしくお願いします。これかな？そう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 。後ろに貼ってある、一番上のやつですね。今日からリニューアルしました。そう。後でね、詳しくご説明してあげますけども、うん、そう、久しぶりの札幌上陸です。札幌で歌うのはプライベート以外は初めて、お仕事で歌うのは初めてです。なのでぜひね、札幌の皆さんも全国の皆さんね、別に札幌じゃなくてもいいんですよ。沖縄の皆さんもね、飛行機乗って来てくればいいと思うんですよ。はい、全国からね、精鋭たちが集まるイベントでございますので、おかっぱのね、歌だけじゃなくて、パフォーマンスだけじゃなくて、本当に様々ないろんな面白い人たちが集まってますので、名前も好きを仕事にする見本市っていう名前なんですね。で、そこに出てる人たちは好きを仕事にしてるお手本、見本みたいな感じですね。一応ね、そういう感じになりますので、ぜひ皆さん好きを仕事にされたい方はぜひいらしてください。好きを仕事にしたくない方も来てください。みんな来てください。よろしくお願いします。さあ早速行きますか、ね、みんなからコメントもいただいてます。ちょっと準備してる間に読もうかな。よいしょよいしょ。めぐみさん、浴衣でギター弾き語りもキュンキュンかも、だってギターっていうことはもうあれですよ、シェード君のことですね、キュンキュンするのはね。シェード多分ね、浴衣似合うと思うんですよ。私のタイムライン、掘ってみていただけると、去年のところにシェイド君の浴衣姿上がってますので、今年のデートのサンプル画像として、ぜひ見てください。はい。そして、吉田博文さん、札幌お土産待ってます。あれ、行かないの？行かないの？吉田さん、行かないの？完全に私行くもんだと思ってたわ。そして、あかりちゃん、夏のライブだとジャケットが暑そう。そうなんですよ。サウナ状態。何なんていうの、デトックスになりかもね、お金かからないサウナね、いいかもしれないね。よし、ということでコメントたくさんありがとうございます。コメントやいいね、送ってくれると非常に喜びますので、ぜひ皆さんコメント欄にね、気軽に書いてくださいね。お待ちしております。さあ、告知でも申し上げましたが、今日は5月ということで、5月の花ですね、花水木をおかぱむきとシネマズバージョンでお届けしたいと思います。
なことを思い出すんでしょうか。この曲が終わった後にこの曲の歌詞とかね、あとは背景についてちょっと話していこうと思いますので、皆さんのこの曲のエピソード、思い出、あと考えることね、ぜひコメント欄に書いてみてください。お待ちしています。ひらり蝶々追いかけて白い方を上げて、母の日になれば水木の葉を振ってください。どうもありがとう。おかっぱめいきとシネマズバージョンで一つようさんの花水木お聴きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。暑い暑い暑い ね歌ってる間も超暑くて、あ、拍手ありがとう。みんないいねもたくさんありがとうね。ありがとう。さあ、そしてコメントいただいてますよ。あの背景ね、ピッ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 、うんうん、しょうこちゃん、うん、私のお父さんがお母さんを思うのもこんな感じだったのかなって。うーそうね、これね、あの花水木の歌詞についていろいろ Google 先生で調べたんですね、 Google で、うん、そしたら花水木歌詞って入れると911って出てくるんだよ。そう、あのね、なぜか911って なんでだろうと思って、で、あのそれクリックしてみたんですね、うん、でそしたらね、911で亡くなった方の気持ちになって歌ってるんじゃないか説が出てきたの。そう、私ね、全然この歌詞意味わかんないなってずっと思ってて、ね、結構大人になってから流行った曲ですので、うんうん、感じ方は今も変わらなくて、結構 何のことを歌ってるのか意味わかんないなって思ってたんですね。そうで、そのブログを見てみると、その一節ですよ、見てみると、その911で、あの亡くなられた男性が子供に向けた歌なんじゃないかっていう。そう、だから空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと回想してるわけですね。そう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 。で、あの水際っていうのがね、まあ三途の川のことですね。近くまでそうしてほしい。で、花水木の花言葉がなんだっけかな、あのもともとね、日本がニューヨークに桜の木を送って、うんうんうん、その逆でお返しで花水木の木が来たっていうことが、なんか理由かどうかは知らないんですけど、うん、あの何返納みたいな意味がある、プレゼント、なんか、うんうん、お返しにあげるみたいな、あとは永遠に続くことっていう花言葉があるらしくて、そうそうそう、そういった意味であの花水木をあげるよみたいな。うん、だから三途の川まで来てくると、近くまで、そっちまで行けないから、もう死んでるからそっちまで行けないから来
してくれっていう風にね、いう説があって、そうだから母の日になれば水木の葉送ってください、そうお母さんにちゃんと送るんだぞみたいな、ちゃんとご報告するんだぞみたいな意味で、その人は捉えてた。だから僕と君と母が出てくるわけですよ。僕は一人称はそのお父さんじゃないかっていう説ね。で君は子供、息子ないし娘、の残された娘ね、で同じく残されたお母さんのことを大事にするんだぞって、そう、あとは果てない夢がちゃんと終わりますように、だから君の一生が無念な死を遂げるんじゃなくて、ちゃんと君のやりたいことがちゃんと達成できて、それからちゃんと、まあ、天命を全うする、うん、できるようにっていう意味なんじゃないかって捉えられた、その人は。なるほどね、うん、だからその夏は暑すぎて、僕から気持ちは多すぎ、重すぎてか、一緒に渡るにはきっと船が沈んじゃう、その辺もそうです、三途の川を連想させますよね。なるほど、うん、うんうんうん、だから君はちゃんと生き残って元気にいなさいっていう、へー、意味なんじゃないかっていう説があったよ。初耳、うん、そう、私も初めて、さっきつい30分前くらいにね、たまたま Google で調べてたらそう出てきて、そう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 、だから父からお母さんと、たぶんね、ワイフね、奥様と子供に向けて、うん、まあ、主に子供に向けてだけどね、お母さん大事にするんだぞ、元気に生きるんだぞ、みたいなね、気持ちなんじゃないかっていう説でした。今、翔子ちゃんのね、コメント見てそれ思いましたね。うちのパパもこんな感じだったのかな、先に死んじゃった時。で、よくわからないですけど、今となってはね、おーい、どうだーい元気かーね、えそんな感じですけどね、そういう意味もね、あるみたい。で、君と好きな人の好きな人は自分のことに聞こえる。君と好きな人、例えば、シェード君が君に当たるんだったら、うん、君と、自分好きな人、うん、結構自意識過剰じゃないそれどうなんだろうね、好きな人、私たちの人生が果てなく続きますようにってことかな。この曲でも結婚式の定番ソングっていうイメージだけどね。でもね、結構ね、そういう感じの曲でもなさそうだけど、そうなんだよね。単純にさ、その君と好きな人が100年続きますようにっていうワードが良くて結婚式の曲になってるっていうのはあるかもしれないね。だってさ、船が沈んじゃうとか言ってんだよ、だって2番で、うん、まあ向いてはないと思うよね。そうやって考えるとさ、結婚式で流せる曲って結構限られててそうだね、そうそう、よくあれね、木村カエラさんのバッタッタイ今日は、ね、はいはい、あれもいいですけど、あれ友達目線でおめでとうって言ってるから、うん、新郎新婦がチョイスして流すにはちょっとって感じになるし、うん、赤青黄色の、私これつける、一生をつけた点灯節がシャシャリ出て、これは、ね、結構いいんじゃないですか。でもね、点灯節の3番、そう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 、ね、そういう結婚式にはちょっと私はちょっとこれね、結婚式の二次会で歌ったことがあるんですけど、うん、2番はカットしましたね。あ、一緒に言ったら ね、 やってたよね、そうそうそう、2番はカットしました、船が沈んじゃうって言ってるから、そうだったかも、そう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 、カットしました、そんな覚えがありますね。うん、でね、結局そのブログも最終的には意味不明って書いてた。でもこれ、人とよさん本人作詞だよね。そう、一応って言ったらだけど、そう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 、ね、作詞作曲、作曲は別の人じゃないの。あ、本当、作曲はなんか別の人だと思う。そうなんだ、作曲も私人とよさんかと思ってた、そう、で、不思議な歌詞が来ますよ。で、人とよさんの有名な曲といえば、君からもらい泣き、これもまた意味不明な歌詞ですよね。で、まず掛け声から入っちゃったと思って、えいやーみたいな、えいあー、わかんないです、えいあー、こんな元気じゃないかもしれないけど、君からもらい泣き、これ結構ね、発売された当初は物議を醸しましたね、えいやーってなんだろうみたいなね、なりましたけれどもね。うー、そしてあかりちゃんからコメントいただいてます。都市伝説だと花水木はあの世とこの世の歌だと聞いたことがあるって、ね、やっぱなんかそうやって考えるのね、ね、人多いみたいだね。そうね。で、キャサリンさん深いって言ってる、うん、ね、花水木の、花言葉が永続性だからじゃないかな。だってチョコちゃん、君と好きな人が100年続きますように、うん、永続性だからね、100年以上続いちゃいそうな気もするけどね、永遠に、フォーエバー。
ね、フォーエバー、フォーエバー。そう、結構ね深いなと思いましたこの歌詞ね、全然意味わかんないと思ってたんですけど、うん、ねえ、で、この番組では皆さんからのねリクエストをお答えして歌うこともできます。もし歌ってほしい曲あればぜひ書き込んでください。で、もしちょっとこのアコギとボーカルだけじゃ無理そうだなと思ったらそれに近い曲をやりますので、そうだね、はい、ぜひね遠慮なく書き込んでくださいね、お待ちしてます。で、話してたら結構もういい時間で、ちょっと私さっきね、明後日の告知するって言ったからね、ちょっとね、お知らせさせていただきたいと思います。うん、岡部ミキトシネマーズ、ライブ予定ですね。ちょっとね、これから先私のソロ活動が続くんですけど、うん、5月19日、札幌のミライストカフェ。これはシェール君ちょっと来ないです。ね、来てほしいですけどね。来ないです。うん、朝のね、10時から18時まで入場無料で行ってます。全国から好きを仕事にしている精鋭たちが、もう集まってきます。もうみんなね、すごいパワフル。もうね、パワーしかない。パワー以外もあるけど、パワーがすごい。うんうんうん。で、ここで私ね、14時55分から、30分間、おかっぱみゆきエンタメショーということで、歌あり、バルーンあり、トークあり、プレゼンありっていうことで、すごい盛りだくさんの、この日初挑戦のパフォーマンスをしたいと思ってます。はい。飛び散った。そうか。じゃあお願い。これで外した。そうそうそう。で、次、6月2日、3日ですね。これは東京ビッグサイトで、東京国際消防防災展ということで、10時から17時まで、ね、ちょいちょい休みしながら、風船のプレゼントを行っていきたいと思います。勝手に多分ね、マイクがあったら歌うと思いますので、歌が聞こえる方に行けば、多分風船もらえますので、皆さん登録していただければ無料で入っていただくことできます。そして、6月9日、東京都西新宿のマビカフェで、南理子さん、女優であり歌手である南理子さんの、イベントにゲスト出演させていただきます。はい、これも要チェックです。この時私は女優としてまた悪い魔女役かベテランホステス役かどっちかやりますんで、お楽しみに。ベテランホステスね、やってみたいですけどね。そして、6月16日これは神奈川県の、大和駅前広場、うん、でこれは大和コミングコット市ですね。私が毎月司会をしているイベントでございます。これもね、10時から16時の間でイベントやるんですが、その中で1時間私の風船パフォーマンスとシェード君の生ギターが聴くことできますので、ぜひご予定よろしければいらしてください。お待ちしておりま す。そう、明日からね、行くんですよ。もう明日の昼にはね飛行機乗ってるんで。いいな、北海道行ったことない。行きな行きな、楽しいよ。どうしよう、こっちもとか、うん、そうそう、これ外れちゃったこれ、ね、外れたも貼っとくか、これ外れ記念。そう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 、札幌北海道行くのはね2回目で、前回は超プライベートで行ったんですよ。単純にね、観光で行って、うん、北札幌のヒルトンに泊まったんですね。ツアーがむっちゃ安くて、うん、で旭山幼稚園じゃない、動物園行ったりとかね。あと北札幌の駅のねすぐそばに水族館があって、そこ行ったりとか、そう、あと単純に札幌市内を、まあね、時計台とかね、有名なとこをくるくる回って、で、ビール工場、札幌ビール工場行ったり、ジンギスカン食べたりとか。本当にジンギスカンいいな。そう、いいよ。ベタな感じの観光をしたんですけど、今回はもうしっかりね歌わせていただきますので、パフォーマンスさせていただきます。札幌の皆さん、会えるの楽しみにしてるよね。私たち岡本美希とシネマズ、もしご依頼があれば全国どこでも行きます。そして世界中安全な場所ならどこでも行きます。そう、私ね最近英語勉強してて英会話習ってるんですけど。え、海外？うん、おお、いいね。え、海外行くでしょ普通に。いや、いいよ、行こう行こう。俺は日本語しか話さないけど。いい、大丈夫、私がついてる。Thank you って言わせ、自分の This one で大体 This one Thank you みたいな大体通じるから。うん、あと何だろうね、何言えばいいんだろうね。まあまあ、でもそれで多分いけると思うよ。うん、私なんかね、この間海外旅行行った時に Wi-Fi のパスワードを英語で聞こうと思って、日本からめっちゃね練習してノートにも書いて行ったんだけど、いざさカウンターに行ったらさ、すいません Wi-Fi のパスワード教えてくださいって言ってたんだけど、その気持ちめっちゃわかる。普通に日本語で話しちゃったっていうね。なんか日本だって思っちゃったみたいに、リラックスしすぎて、あ、すいませんとか言って、あっち全然分かってないみたいな。すっごい面白かったですけどね。お、シンガポール来てよ、だって翔子ちゃんが。行きます行きます、シンガポール行きます。
シンガポール。私のお友達がシンガポールのワタミで働いてるはず。マジで？うん。シンガポールにワタミあるの？あるあるある。潰れてなければ。ねえ。お、木蓮の涙はまだですか？だって、あかりちゃん。木蓮の涙って誰の歌？知ってる？木蓮。調べてみようか。そうだね。ググってみるね。うん、そう。そして、めぐみさん、シェード君の浴衣チェックしちゃいました。なかなかかっこいい。生配信でもお願いします。なかなかいいよって。なかなか。ありがとうございます。ねえ、なかなかね、悪くないですよね。うんうん。あのしかもね、シェード君、身長があるんで、あの生で見たらもっとね、すごい。色男に見えると思います。イケメンに見えると思います。そう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 。ぜひね、そうだね、生配信でもね、浴衣着たいです ね。うんうんうん。あ、ジャケット暑いもんね。暑い、もうこれめっちゃ汗かいてる。仰ぎたいもんこれ。ねえ。で、あかりちゃんが、木蓮の涙はスターダストレビューだよ、だって。あ、あれかな。会いたくて、会いたくて、かな。この胸のささやきが。合ってる、あかりちゃん。これかな？詳しいね、ちょっと調べてみる。私ねちょっと昔の歌謡曲好きなんだよね。そう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 、それこそなんか昭和の歌謡曲もとすごい好き。花の東京の五度真ん中とかね、知らないか。わかんね。きっと帰ってとかね、わかる人少ないなきっとな、うん、演歌もいけますよ。ぜひねリクエストお待ちしてます。ということで今日もあっという間に30分終わりましたね、これね。さあ早いものでエンディングテーマの時間と相なりました。さあ今日も元気よく歌っていきたいと思います。あ、あかりちゃん合ってるって。今の曲会いたくてだって。じゃあちょっと練習しておきますね。さあということで今日も元気よくエンディングテーマを歌ってお別れしたいと思います。もちろんこの曲唇に歌声を。ブルーな時の合言葉、唇にいつも歌声を。涙がこぼれそうな時も、唇にいつも歌声を。今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。次は来週火曜日です。ため息色のあの日の僕はないものばかり数えていた。一人ぼっちのような気がして自分のことしか言えなかった。ありがとうの数を数えてみたら一人じゃないことを知ったよ。ブルーな時の合言葉、唇にいつも歌声を。涙がこぼれそうな時も唇にいつも。お求めいただけます。通販サイト貼っときますのでぜひポチッとしてくださいね。本当に大切だと思ってる誰かを大切にするには、自分も大切にできるような強さが必要だと知ったよ。きっと未来の自分が見たら大したことないって言う。全国のジョイサウンドで歌っていただくことできます。カラオケね、ぜひ歌ってみた動画私に送ってください。すごい非常に喜びます。そう、皆さん歌ってくれるのお待ちしてます。よろしく。歌声をブルーな時の合言葉。
CD 買えますよ。そう、19日にも CD 持っていきます。札幌の皆さんぜひチェックしてみてください。そしておかっぱマガジン、まもなく、配布開始いたします。